さあパート2やっていきましょう。どうもドリゲンです。1勝142敗で、シーズン6位で終わったドリズですけども、ルーキーの成績だけサクッと見ていきましょうか。菅谷くん、錦織くんが唯一の勝利で、清川くん、まあ当時はもうしょうがないね。で、松谷くんが、能力覚醒だったかな、能力覚醒じゃないね、条件満たすと能力アップするやつで、パワーが10上がったんでパワー C になってます。で、ホームラン5本。で、この須山くんが、まあ2割打ってないんですけども24本打ってて、結構いい成績だなって。いや、24ホーマーはいいでしょ。45打点は置いといてな。で、高見くん、高見くん早球が上がってますね。なんかペナント特納取りやすくなったんかな。入江くん、入江くんが唯一の2割超え。で、中江くん、中江くんと高見はまあまあ置いとこう。それではやっていこう。お、新人王須山、いいね、幸先が良い。まあ24本打ったらな、2割打ってなくてもそりゃ新人王か。契約公開はパパッとやっていきますか。よし、オッケー。さあドラフトやっていきましょう。僕ドラフト選手で一人だけ、あ、この子取りたいなっていう選手が一人いるんで、また紹介しますね。まず、このひどかみくん、この子154キロ、26歳だけど、コントロールいい、スタミナ B と、基準満たしてるんで、この子取っていいなーって。で、他で言うと、この徳丸くん、147でコントロール F だから満たしてはないんだけど、野手能力を、とんでもない野手能力をしてるんで、この子野手で考えたら条件満たしてるし、取っていいなと思って。徳丸くんドラ2で取ります。で、寺村くん、市野くん、ぐらいかな、いや、投手は。で、キャッチャーは、この子もな、松宮くん取りたいんだけどな、守備 B だからな。守備 B、ミート D だから全然満たしてないからな。赤川、ここら辺か。足早と、志賀くん。あと、大野くん。まあ、相田くん。あと、倉林とか、ここら辺、瀬沼も OK か。西岡も OK だね。西岡意外と取りたいな。取れるんだったら取りたいね、この子は。あと、米野ガッツポーズ、関西の怪物。うわー、怪物か。ドラさんで取れないかな、取れないかもな。広橋くんとかそこら辺もいいんだよね。神とか。この子取りたいんだけどね、守備が D だからダメです。で、長男くんも取っていい。まあ、ドラワンはひどかみくんでしょ。ドラワンひどかみ。頼む。おー、ラッキーラッキーラッキー。あー、でもヨネノをかぶってる。意外とヨネノ取るんだね。深田。深田くん。後で見ようか。で、ドラ2で、
どなに、え、意外、あ、西岡とか捉えたんだ。早かったな。早めに徳丸取っとこ。徳丸くん取っときます。ドラに徳丸。あー、ひろばし捉えた。そうか、捉えちゃったか。あとはなんかいたか。お、志賀くん残ってるんか。まあ、長男くん取って、志賀くん取ります。野手は、お、いいね、いたいた。あ、投手投手野手じゃない、手玉だ。あとはいないよな。あとは矢田くん取ってもいいな。矢田くん取りますか。矢田くん、これで終わり。ひどがみ、徳丸、長男、志賀、一野くん、寺村くん、矢田くん、いいね、結構入ったね。早速能力見ましょうか。ひどかみくん、お、怪我しにくさ F。 これはあれか、怪我がちょっとっていうことでみんな取らなかったんだな。ひどかみはすーげーいい強いよ。ひどかみ強えやん。徳丸くん、いや、徳丸弾道4確定、弾道4確定でこの投手能力だったら野手だな。野手やらそう。寺村くん、寺村も意外と野手能力だけ。でもただタイピン B のポーカーフェイスなんで、中継ぎはまだ早いか、壊れるか。あとは一野くん、オッケー。壊したくないけどな。で、志賀くんプルヒッター、プルヒッター覚えてるのいいな。矢田くん、うわー、走塁 F か。走力高くて走塁 F か、あんまいただけないな。長男くん、ミート、え、ミート、ミート 2? 武尊、とんでもないな。おい、核弾頭にはなるかもしれない。春季キャンプやっていきましょう。
徳丸くん、外野手に転向しましょう。外野に転向で。オッケー、行きましょう。さあ、寺村フォークを覚えた。清川スクリュー1個上がった。いいね。菅くんポジションコーマーとサードに転向。徳丸くん外野転向。オッケー。ミートが2から3に上がりました。とんでもないですね。よーし、ペナントレース開幕。相手はロッテ戦か。オーダーなんですけども、まあ年間通してこのオーダーでこのまま行こうかなと思います。あとはたまーに様子見て若干変えるかもしれないけど、基本このメンバーで、戦っていこうかなと思いますので、はい、それではやっていこう。はーい、オールスターまで飛ばしてきたんですけど、今3勝しましたね、合計で3勝で。ルーキーの能力も判明したんで、そこも含めて成績含めてちょっと見ていこうかなと。菅谷くんがさ、頑張ってんだけどさ、勝てないんだよな。かわいそう。このメンバーで 4.4 はすげえと思うよ。あの守備の崩壊で。で、錦織くんが、いつも通り一勝。で、ひどがみくん。コントロールがちょっと悪かったけども、普通に、即戦力ですよね。いいね、26歳。清川くんは一勝、寺村くん149、150いってなかったんですけども、ただまあ22歳、まだまだ伸びしろあるんじゃない。一野くん、まあスタミナ低い割にはコントロール高かったね。ロマン、ロマンかって言われたら、うーんってなるけど、まあまあ良かったよ。次、松屋が8本、須山がね途中でノリノリタイム入って、2割4分3人18本、37打点、すげえいい選手になってきた。この子普通に3割40本ぐらい打てそうな選手になるかもね、あと数年で。やばいわ、やばい。ドーリーズの看板を背負わなきゃいけん、この子が。志賀くん、この子サードでよかったんじゃない。セカンドやらすには能力低いし、でもサードでね、プルヒッターでパワーあったら、まあまあまあ肩もあるから、オッケー。で、高見くん2割2分、入江くんは今シーズンちょっと悪いね。中江くんはいつも通りで、長男くん、思ったより走力がなかったな。型がなかったんかな。ただミートが10上がってくれたおかげでここまで能力が伸びてる。矢田くん、矢田くんはそうだね、矢田くんも走力がちょっと足んなかったな。で、徳丸くん、見てくださいこの徳丸の沼。これが二刀流ではなくP で入ってきたっていう。お前そりゃバッターやらすよね。ミートいい、パワーし、走力し、肩し、こんなん本当に糸井じゃん。糸井、お前は糸井になれるよ。マジでロマンしかないよな。最高だわ。だから徳丸と須山がいるんで、いや再来年とかにはもうさ6位とかもうないんじゃないかな。5位になってんじゃねえかな。それぐらい可能性あるわ、このメンバー。いや、マジで、
徳丸最高。なんだいこのバッター能力は。本当にこの子を僕は外野で育てます。よし、さあ、な、次のパートは表彰式からかね、それぐらいになると思いますので、どうかよろしくお願いします。それではそれでは、今日はこれぐらいで、グッバイグッバイ。須山幸則、大卒セカンド、大学ナンバーワン内野手と評価され、ドラフト1位で入団した大型二塁手。荒削りなバッティングだが、飛ばす技術はすでに一流であり、プロ1年目で24本塁打と頭角を現している。将来は山田哲人選手のようになりたいと意気込んではいるが、周りからはどんでん2世と言われている。菅谷隼人、大卒投手、157キロのストレートを武器にドラフト2位で入団した。ドーリーズに指名された際に絶望したような顔をしていたが、球団初優勝時にエースとして投げていたいと入団会見時は述べている。変化球が速い系しかなく、ノリと勢いで投げている。